株式会社が支保、栄太郎は、秋田県秋田市下野菜和町に本社及び工場を、置く、和洋菓子の製造販売会社。さなずら、赤まん、青まん、桜さく桜ゼリーが代表名家。1883年に、高橋長左衛門が川半二丁目に、栄太郎という野号で和菓子店を開業した。当初は、秋田名産である吹きの砂糖漬けなどを扱っていた。 その後、1919年に商標、商号を含めた全営業権を同地の小国倉吉が引き継いだ。店の近くを朝日川が流れる立地が日本橋側に近い東京の英太郎総本舗に似ていることから、長財門が英太郎を名乗らせてもらえるよう頼んだという。したがって、業務、資本面ともに両者は全く関係がない。1947年、 経営多角化のため千秋宿見町にあった小国家の別荘を改装して旅館栄太郎を開業するが2006年に閉館した。また2019年6月末で創業の地でかつて本店としていた大町店を閉店した。同店1階にはコミュニティスペース案、2階にはテルヤ社長の姉よしこが横綱大砲夫人であることから大砲ギャラリー祖母で 秋田三大女傑の一人と言われた、セが幼馴染みであったことから、庄司太郎音楽館も設置していた。秋田の歌手展が、万洲選挙人気商品西候補に、秋田経済新聞、https a k i t a 秋田 k e i z a i w i t スラッシュヘッドラインスラッシュ2889スラッシュ2019年6月30日閲覧。abc、秋田市が死保。 A 太郎、大宝、庄司太郎との縁オリジナルメーカー主軸に、産経新聞、産経ニュース、https www.sankei.com スラッシュライフスラッシュニューススラッシュ171030スラッシュ lif1710300001-n1.html2019 年6月30日閲覧 英太郎の歴史公式ページ、英太郎、創業の地閉幕人通り現象、大町店、今月いっぱい、秋田伊佐夫新報。https コロンスラッシュスラッシュ www. 先掛け .jp スラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ2 0 1 9 6 2 8 8 8 0 0 6スラッシュ2019年6月30日閲覧。ありがとうございます。